小栗春日は、日本の映画監督。神奈川県出身。横浜商工高等学校、日活芸術学院、演舞ゼミナール熊切和義コース卒業。日活芸術学院卒業制作、パンツの花が、京都国際学生映画祭2007において入選。演舞ゼミナール卒業制作、少年少女が、夕張国際学生映画祭2008、国内部門グランプリ。 国際部門準グランプリ、成城大学映画祭グランプリ、CO2 映像展2009、オープンコンペ部門入選。2011年、ドンズ・マリベンキでは主演の名要祭が、ユーバリファンタスティック映画祭にて、ベストアクトレス賞を受賞。OP ピクチャーズ新人監督発掘プロジェクト2018に応募し、脚本が審査員特別賞を受賞。2019年、 受賞作を映画化した初のピンク映画、バージン競争曲を制作。バージン競争曲編集中に妊娠、出産を経験。2020年4月に発表されたピンク映画、ベスト10で、桃熊監督賞を受賞。やりたいことをさせるという両親のもとに育ち、児童教室での映像作りに興味を持ち、20歳で映画制作の道を志し、映像集団。 トラウマサーカスを立ち上げる。人の痛みを見せるが、映画の面白さと語り、人間の内面をえぐり出す演出に定評がある。ありがとうございます。